ゴミです。ゲゲです。車チャンネルです。スワンドン。さあ、はい、ちょっと時差攻撃で。なるほど。ということで、本日もやってまいりました。よろしくお願いします。篠山店さんでございますけども、そしてちょっとねまたこちらいますよ。ゴミさんの愛車がね登場でございます。本日も登場しております。さあ、前ですね、ブリッツさんのインテークね、エアクリーナー、そしてマフラーカッターやりました。ってなったら、いよいよあれですか。どこですか。外装いじっちゃいましょうと。ついに私はもう止められないです。あ、止まんないですね。暴走列車ですね。暴走列車でございます。すごい。僕はやっぱりですね、コンセプトとしてなんだろう、純正ルックな。そうですよね。ゴミさんだってこの顔が好きで買ったから。そうなんですよ。このバランスが好きで買ったんですよ。そうですね。でまあもう乗り始めてもう3年ぐらいになりますか。もうぼちぼち確かになるんですけども、乗ってくるとね、やっぱね、もちろん中身の興奮度はもう常に毎日あるんですが、外装をね若干いじりたいなと。で一番そのブリッツさんのエアロが純正ルックなんですよ。へー。でもちょっと前に張り出してと。おー。ということで、この方に登場していただきましょう。小林さんです。お願いします。どうも。また小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もうね、本当一緒に寝たい。そのぐらいどんどん愛着がもうより深まっていきます。僕と寝たいのかと思って。いや小林さんと寝たい。どっちかなと思いました。いやどっちもです。はい、エアロですよね。エアロです。いや、もう楽しみにしてましたよ。いろいろまあエアロも種類があるんですけど、まあバンパーごと交換しちゃうとか、まあうちじゃないんですけど、でうちのタイプはこの黒いところを外してで交換。いや、そうなんですよ。でノーマルルックでちょっと変えたいっていうところを聞いてますので、これをちょうど取ってこのデザインのまま少しこう伸びてカーボン調みたいな。そうなんですよ。ちょっとこうカーボンルックなね感じで本物のカーボンで今回は行って、下の方だけこう黒く塗って、まあ赤いテープもご用意していただいているということなので、それをつけた後に赤いテープをこう貼るとなんか純正っぽいけどなんかちょっと出てるねみたいなっていう感じになって、ゴミさんのこう考えてる形にぴったり合うんじゃないかなと思います。もう本当好みでして、そしてリアもね。そうなんですよ。そうなんですよ。でリアもちょっと黒が多くて重たい感じがあるので、ちょっと純正ボディ色の白いこうガーニッシュが出てるので、でそれをつけるとマフラーの位置がちょこっとへっこんじゃうんですけど、カスタムエディションがついてるので、あれって出面を少し調整できるので、そのガーニッシュに合わせるとすごいいい感じに。そこにどうなるのか見たいな。そうですね。完成が楽しみです。楽しみです。さあということでやってまいりました。ここに来ておりますけども、今回は篠山さんの方でクリア塗装してあって、これも製品は未塗装の状態で、ついた販売店さんで塗装をしていただくことが前提になってます。はい、で純正ライト感じがということだったので相談して、ここら辺でこうグラデーションにして、下はもう黒にしてね。そうですね。これだから下はね黒いんですよ。そうなんですよ。本当だ。はい、でこの見えるここの立ち上がりのここまでは黒にして、黒でこの上だけカーボンが分かるようにしてる。これはちょっとやばいですよ。サイドステップとか後ろが黒ですから。そうなんですね。なのでこの横はサイド部分の外側は黒になる。黒いんですよねこれ。おお。ピアノブラックのような感じで、こちらはリアのマフラーの上にこうつけるガーニッシュというものなんですけど、これもボディ色に塗装してある。もうなんかチャンピオンシップホワイトになってるわけですね。いやかっこいい。でこの辺のその何色に塗るとか、クリアこうするとかっていうのも購入した販売店さんでいろいろ相談して色をこう塗っていただければできるってことですね。でフロントも純正よりも伸ばしてるんで、いやだいぶ伸びてますよね。ついた感じパッと見あれ純正かなと思うんですけど、よく見るとしっかり伸びてて、で空力も良くなってるのと、純正で空いてるダクト全部生かしてあるので、その辺の性能は落とさない。落とさない。純正ね、結構ダクトがねこの辺空いてるんですよ。この部分ですね。はいはいはい。でそういうのは全部純正の形状を生かして。えぐれてるんだ。空力出すために若干こうフロントリップを出すことで、はい、フロントをこう抑えてちょっと抑えてっていう。シビックのオーナーさんのところに行って、僕が行ってもう最高って宣伝してっすね。どのぐらい注文来るかっていう。後ろのガーニッシュがつきました。これちょっとね。今回ボディのチャンピオンホワイトですね。に塗装させていただいて、もともとここが全部黒で、まあそれがいいって方もいるんですけど、ちょっとこうワンポイント黒が多すぎるんで、ワンポイント入れたいなっていうことでこれデザインで入れて今回つけてる。でもなんか純正でついてそうな感じです。そうなんです。違和感ないんですよ。雰囲気。いや本当にそうです。うわすげえ。うわこれいいじゃないですか。進化が止まらねえですよ。派手なパリピス。パリピス。具合もこのちょうどいい感じと。しかもここも調節できるということでね。そうそうそうね、できますから。出し気味のが好きな人もいれば、ちょっとねなんか好みですね。じゃ僕はもうこのちょっと出気味が、あちょい出なんですね今ね。あいやかっこちょこのカーボンとこの出具合をが追加されてるんです。出面こんななかったですからね。全然ない。これね全然やっぱ純正ずっと見てるからめちゃくちゃ出てますよ。やっぱ比べると、でここのこの吸入のブレーキのダクトも生きてますし、空力上のここも残してるので純正と同じで。そうですね。本当に純正ルックな。で前お話したように横とつながるようにここは黒で塗装して、ああそっかそっかするという感じで。いやいやいや。この赤いの貼っちゃう。これねちょっとごめんなさい、まあ、やっぱりこう手順としてはですね、このエアロつけましたでちょっと今から赤いライン張りますっていう手順で取るべきなんですけども、興奮が抑えられなくてですね、つけましたつけちゃいました。その模様は後ほどということ。小林さんにも貼っていただきました。ここまでビュビュビュッとね、でビュビュビュッとビュビュッとこう。やっぱね、これはあれです。製品には入ってないんで。入ってないですから。入ってないんですけど、ちょっと5ミリ幅の赤いラインを横とかと合わせるのに貼ったらどうかっていうことで用意したやつですね。市販されてるんですね。あ、このライン自体は僕らが勝手に切ったんで、売ってるものではないんですけど、そういうことですか。そういうのもでもこういうお店で相談してもらえばそういうのいろいろ売ってるので、まあそういうので。なるほどですね。で今回ですねブリスタこう2つ用意していただいてシールを赤の色合いがどうなんだっていうところで、意外とこの赤このシビックの赤特にラインの赤って実はちょっとこう色がこうなんて濃い赤ね。黒が入ってる感じ。そう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 。じゃあちょっと最後いっちゃいますか。いいですか最後貼っちゃいます。締めの作業をちょっとねここまで完璧に小林さん貼っていただいたんでここから俺ですよ。あいけるか。あんなスルスルいけないんですけど俺よくあんなただ俺はホイールのテープを貼ってるというありますから、確かにそういう基準もあるな。締めどうしようかな。マックスまでいくか。あれ向こうがあっちマックスでした。マックスあっちはマックスまでいっちゃおう。 OK こんな感じか。いいじゃないですか。いい感じです。 OK いったぜおい。あああちょっと歪んでの気になる。そういう時はですね、そういうのは躊躇せずこうやると剥がれる。そうやり直せる。パワー躊躇すると残っちゃうんです。そうね。そうか、もういいね。そうか、躊躇しちゃいけない。いいんじゃないですか。お、いいです。巻いちゃった方がいい。まあいっか。よし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 。うわ、これちょっといいんじゃない。じゃあ単発。ここで。よし、きた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 。おお、いい。よし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 。じゃあ剥がしますね。あ。あ、のりか、びっくりした。ああ、びっくりした。びっくりした。多少のりが残ったりびっくりした。あ、よかったよかった。よいしょ。素晴らしい。あ、のりがね、のりがちょっと残党がかなりここら辺、ね、あ、結構簡単に取れるんです。結構取れるんで、練り消し作戦。練り消し作戦だ。いいじゃないですか。類は友を呼ぶっていう感じ。そうそう。こうね。そうそうそう。おお、いいじゃん。おお。やだやだやだ。ああ、いいいい。本当にいい赤ですね。差し色いいですよ。全然邪魔になってないというか、まあルックなね、純正ルックな感じを残しながら、それでもあれ純正じゃなくないっていう、コメント欄でね、まあ、ホイールもそうだったんですけど、純正と何が違うのって、来てますね、たくさんよく来るんですけど、はい、違うんですよ。そういうのを目指してる。で見る人が見たら分かるんですよ、これ純正じゃねえぞっていう。こういう色を、後ろとか横とか例えば違う色にするとか、そうですね、そういうのも面白いですよね。めちゃくちゃ面白い。だから僕それこそいろいろと見させていただいて、例えばリップを変えてて、でちょっと味気ないからここをちょっと白にしてとか、黒のままだと腰高感が出ちゃうからちょっとここの白いテープ貼ってとかの結構いらっしゃったり、なんで横のラインとかも白いテープ貼って、それで統一感持たせたりっていう形。結構だからね、ラインはねあるとあるでやっぱりかっこいいですし、それなりに個性も出ますしですね。でブリッツの昔あったデモカーは、ここまで白く塗っちゃったり、あ、そうですね、はい、されてましたね。そうするとこう下があるとそこまでボディっていうか分かるんで、地面と近くなるんですね。低く見えたりとか、まあいろんなそういう効果もあるんで、ありますね。いろんなその自分の個性をこういうところで出してもらうといいです。出せますね。いやだからそのぐらいこういろいろとアレンジが効くという。はい、ということでもうね、素晴らしいやろがつきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、なのでこの動画が良ければいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。SNS のフォローもお願いします。はい、ごめんなさい、今小林さんなんか担当あると思って勝手に今待っちゃいました今。この後のねいつもの文言あると思います。僕何も3人だとね急に巻き込んじゃうんですかね。はい、ありがとうございました。ということでまたご覧ください。バイバイ。バイバイ。